はい、どうも皆さんこんにちは、ムトレです。ということでパワープロ13続きからやっていきましょう。で、あの前回コメントであったんですが、斎藤佑樹、松崎がですね、斎藤佑樹と同じフォームなんだっていうコメントがあったんですけど、まあそうなんですよね。実はこのゲーム2016年に発売したっていうのがありまして、あーどうしよう、守備行こうかな、いや筋力行きましょう。あ、2016じゃない、2006年に発売したっていうのがあって、まあその年駒大とね、あの早稲田実業の試合が甲子園にあって引き分けで再試合になったと思うんですけど、それも実はですね再現されていまして、甲子園で引き分けになると再試合になるんですよ、このシリーズだけ。校長まで入れましょう。だからね、結構珍しいシリーズです。いけますか。で、あと斎藤佑樹をやっぱりねリスペクトしていたというか、やっぱりあれだけ有名になって流行語大賞にもなったのもあって、まあパワープロ13では斎藤佑樹のフォームというかね、それが再現されているんですね。はい、ということで勝ちました、0対2。まあ1、2回戦目とかはさすがにカットしていこうかなと思います。甲子園あたりになったら、まあさすがにちょっと見せていこうかなと考えています。じゃあちょっと一旦休む。で、文化祭近いですね。あ、体育祭やった、間違えた。じゃあ当日は、玉入れいきますか。で、フォークダンスを選んではいけないので選ばないでおきましょう。おお、気合いだ、いくぜ。うわー、あの文化祭じゃないや、体育祭は基本的にマックス入れるようにしましょう、気合は。オッケー、ナイス。まあまあそんな上がんなかったな。で、できれば技術を上げていきたいと。まあ走塁はどうだろうな、微妙なとこだな。できれば守備をメインでやっていきたいんですけど、まあ技術ポイントが上がるやつを。お宝くんかな、俺のお宝に外野の風がしみるぜ。外野フライ上がったぞ。なに、どこや、顔面だ。けえ、全然痛くねえ。おらよ、ルーララルーララ。遠い目をして歌い出した。完全に何かおかしい。目線の先に何があるんだろう。お、エクちゃん、違うな。あれは確かヨウコちゃん。ホモクノックしてくれてやんす。いい加減待ちくたびれたでやんす。野球部に入ろうかな。あたい悩んじゃうよ。へへ、白か。あんたスカートめくりやべだよ。ひゃは、いいじゃんか。あれは、頭モヒカン卒業してるのに、やってることはあんまり変わらないが。お宝の様子はと。じんじんじん。あの、女子が好きだろうか。これもう下ネタだよな、完全に。でも、腫れて、赤くなるところがおかしい。いってえな。で、お宝の評価は下がりました。ゴリゴリ下ネタよな、あれ。で、ゴー軍団から、うわぁ、いやーちょっときついな、ビルドパーリンとこれか。ちょっとやめときますわ。もっとなんとかならんのか。筋力いきます。ガンダー来ねえか。で、11月。エクちゃんがここにいる。そうですね。パーリン飲むか。で、一応パーリンは買っておくと。エフちゃん来ないな。なかなかパワープロ13は彼女が作りづらいですからね。で、地区大会ですね。あー、なるほど、こっか。じゃあ絶好調、縦にしっすね。てか今思ったら、そうか、縦にしの高校時代見れてるんだもんな。ある意味レアだよな、パワープロ13は。南にはね。いや、まあ、関係ない話なんですけど、パワープルアプリでね、近々エビル高校が強化するんじゃねえかっていう可能性が立ってくるんで楽しみですね。まあ、それはマジで関係ないんで、まあいいか。俺あれなんですよ、パワープルアプリと、
家庭用のパワープロってもう俺の中で同じぐらいなんですよ。そのなんていうんですかね、楽しみというか。おお、恐怖高校ね。なんかアプリとやっぱ家庭用違うっていう人いると思うんですけど、俺的にはねどっちも同じぐらい楽しいんですよね。嘘。はい、ということで勝ちました。いや、いい勝利だったな今ので。かなり上がったと。勝ったぞ。まああとは甲子園のみっすね。でミーティング誰もいない。あー、もったいないけど休むか。うん、チュンチュン。じゃあトレーニングしていきましょう。ロバート秋山をか。うい。でまあやっぱ圧倒的に技術不足なんで技術を上げていくと。うわー、5軍団か。さあ何くれる。45と1000円。安い。無理。筋力、筋力いくか。また筋力筋力しかやってねえなこいつ。パーリンくれ監督。うん、土建って建設会社の社長の息子なの。そうグス。土建建設グス。めちゃくちゃ喋ってないで練習しろ。怒られちゃった。バッティング練習するぞ。すごく高いキャッチャーフライでやんす。ああ、バックネット越えて校舎の屋上に行っちゃった。土建取ってきて。エーグス。早く早く。今日は東野球部にボール取られて一つしかないんだよ。わし高いところ。いいから早く。あんな豪快な土建がこんなに触れてる。とにかくみんなで探しに行こう。見つからないね。屋上にいなかったし、この公園かも。ここはダメグス。公園の土管で過ごしてるグス。衝撃発言でやんす。土建くんが土管でやんすか。高校生にして土管暮らしはきついでやんしょ。高いところが苦手グス。わしの親父は一発の飛び職人グス。一代で土建建設を作ったグス。高いところが苦手なわしに親父はこう言ったグス。わじの息子じゃないグズって。親父は濁点がわしより一つ多いグズ。一切出入りしていないグス。めちゃくちゃきつい家だ。きつすぎるな。そんなことよりボール。まあ高所恐怖症なんですよね。お、何来る。いらんな。いい練習ないっすね。休もう。はい。さあ、つうことで、またグッヒャーイと。さあ、来い。4000円。うわ、微妙なとこだな。80リットルと4000円か。いや、やめとこう。安いね、やっぱり。もうちょい出してくんないと。ロバート秋山行きます。多分そろそろ友情が芽生えるんじゃないかな。あー、まだか。で、彼女がいないと。なんだ？クリスマスプレゼント。お、精神の守り、悪くないね。え？あ、持って、わーい、二つ同じのくれんじゃねえよ。打撃。ガンダ、来ない。土建の家か。確かにでかい。俺んちの10倍くらいで、城じゃねえか。土建の親父さんですか。イモムシみたいでやんす。土管のまま来てしまったグズ。うーグズ。高所恐怖症克服大作戦を行う。それぐらいできるやんしょ。怖いグズ。観覧車なんだけど景色を見るでやんす。ありえない高さグズ。あー、潜ってったわ。これがラストだよ。パワフルタワーでやんす。これまあ東京タワーみたいなもんですね。バンジージャンプができるらしいよ。直す大チャンスだ。募集中です。ボボ、わしが行くグス。血圧計を測ってと。下を見ないでくださいね。
下見たらやっぱダメグス。あー親父。あー良くなってよかったよ。うちに帰ってくるグスって言ってくれたグス。呼びづれえわこいつ。俺のしたことは無駄じゃなかったね。キャッチャーが一番落ち着くグス。守備陣の中で一番目線が低いグス。あ、それでお前友情芽生えたんか。そういうことなんだ。ちょっとあの毎回パワープロ13の実況だと寝てるんで、たまには行きますか初詣に。うわこれがあるからな。大凶大凶引いてもうたわ。じゃあそうですね、一回水汲みに行くか。でこれで水の容量はカンストすると思うんで150。ナイス。エメンタルリード休みましょう。結局エクちゃんは来ませんでしたね。絶好調や。飛ばすコツでもあんのかな。まあ、これお宝に聞きますか。打つ瞬間だけ力入れんだ。へんねー、すごい顎力。やってみろ。俺って顎力ないな。鼻血だ、力みすぎか。何やっとんねんこいつ。で大阪に遊びに行こう。たこ焼きでしょ。確かに俺も大阪といえばたこ焼きのイメージしかねえな。ごっつい行列でやんす。うまーい。この辺にあるたこ焼き屋さんも美味しいでやんすよ。詳しいね、行こう。すごい並んでる。兄ちゃんら、ワイのやったたこ焼き食べるか。これアバターっすね。ほんとだ。昔高校球児やったんや。懐かしいなぁ。あ、10個で300円に負けといてる。やばい、300円でいいやんけ、別に。じゃあ、守備練習。十分安い。で、甲子園に出られるかですね。さあ、どうだ？まあ、もちろん出られますけどね。ありがとうございます。で、出場決定と。春の甲子園に出場決定しました。まあ、筋力いくか。これ多分お宝とも友情芽生えるんじゃないかな。よいしょ、いいね。今日はちょっと離れた山手のグラウンドに行こう。いいのいいの。この子も一日マネージャーとしてついていくから。おう、ホモの野郎、あの子と気づいてんのか。グラウンドのセンターの後ろは崖になってるので気をつけてください。おう、うわ、めっちゃ目キラキラしてる。ガサガサ飛ばしすぎでやんす。いいって、あたいが言ってくるよ。一日マネさんよろしくでやんす。ちょっと遅くねえか。ようこそ日比谷か。崖で落ちる、助けて。大丈夫か。俺の顎につかまれ。んちょんちょ、助かった。お宝ありがとう。大したことねえよ。おい、下ネタだよな、完全に。よかったでやんす。どうなることかと思ったよ。そうだな。お宝、ちょっといい。ああ。怪しい雰囲気でやんしたね。二人手をつないでるでやんす。手なわけだ。俺の顎に惚れたらしい。あんたの顎に一生うりうりされて生きていくよ。おいらも顎をお互いにするでやんす。ちょっといいか。恋すると周りが見えなくなるんだ。今、二股かけとる。他にも好きな人が。こいつやばすぎだろ。アホ。彼女への愛と野球への愛や。あ、そういうことね。臭いでやんす。うりうりうり。助かったしってことよ。それよりホモよ。チャンスをくれたおめにはどう感謝していいかわかんねえ。感動したわ。俺のマブダチや。つうことで、お宝は自分のお宝を俺の頭でスリスリしていた。これ下ネタだよな、完全に。こいつ下ネタやな。という感じで今回はこの辺で終了しましょうか。とりあえずあとは走塁とミート、まあ、守備エラー回避かな。この辺りを、重点的に上げていこうかなと思います。で、足りない部分は
ソイル練習を何回かやってカバーしていこうかなと思っております。それじゃあ今回はこの辺で、皆さんお疲れ様でした。さよなら。